ALP を上げることによって身長を伸ばせるかもしれないってことは言えるわけで、身長にとってプラスに働く可能性がある。身長ビヨン、医師医学学科生成形外科専門医、身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関することを配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さてね、本日お話しさせていただくのはね、あえんで ALP を上げる方法ということですね。私のね、視聴者の方ですね、もうかなり勉強ねされている方が非常に多いですので、この内容ねかなりハイレベルなんですけど、おそらく多くの方に見ていただけるんじゃないかなというふうに思っております。今回ね、紹介させていただく論文はですね、 Effect of Zinc Supplementation on GH IGF-1 IGFBP3 OCN and ALP in Non-Zinc Deficient Children。 Non-Zinc Deficient、 亜鉛が欠乏してない子供に亜鉛を投与したらどうなったのっていうような内容の論文になってきます。2015年ですね、発表された論文で Journal of the American College of Nutrition、 そういったね雑誌に載った論文になります。ブラジルのリオのフェデラル大学の先生でエリカ先生、日本名も入ってるんですけども、おそらく海外の方だと思うんですけど、書いてくださった論文になります。この論文の方を見ていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。まず最初に書いてあるのは、どういった理由でそういった治療を行ったかというと、亜鉛というのは子供の成長と大きく関係がありそうだと。ただし実際問題、亜鉛がどういうふうに関係しているのかよく分かってないし、ユートロフィックっていう単語を使ってるんだけど、栄養がねすでに足りている子に亜鉛を投与したらどうなったのか分からないから、そういったのを私は調べてよと。非常にユニークで新しいものだよというふうな記載があります。具体的に言うと GH 成長ホルモンだったりだとか、 IGF-1 インスリンライグロスファクター、成長ホルモンの類似するようなホルモンですね。 IGFBP3 オステオカルシン、そしてアルカリフォスファターズですね。こういったところを見たっていう形になります。今回アルカリフォスファターズに着目をしたいと思うんですけど、なぜでしょうか。どれだけ身長を伸びますかという質問ではどういうふうに答えますでしょうか。私はですね、骨年齢 ×ALP、 こんなふうに表現しています。骨年齢に該当するのが、車でいうところですね、時間に該当するわけですね。車がどれだけ走りますかって質問を受けたら、時間 ×スピードだとすれば、時間に該当するのが骨年齢、スピードに該当するのが ALP という形になります。早熟晩熟に影響するのが骨年齢ですよね。晩熟の子であれば時間が長いわけで、早熟の子であれば時間が短い。それに対してスピードが大事だと。車でもですね、同じ30分を走るのであれば、50キロの車より100キロの車の方が遠くに行けるでしょう。そういった意味になるわけですね。つまり ALP を上げることによって身長を伸ばせるかもしれないということは言えるわけで、その関係性をこの論文で調べているような形になります。さらに深く読み込んでいくと、40人の学校に通っている子供たちが対象になったそうです。17人が女の子、23人が男の子です。8歳と9歳の子たちが対象になったそうです。3ヶ月間治療を行われたそうで、抵抗の投与だったりだとか、低静脈的な投与を行われて、採血を行って、それが効果があったかっていうところを見てたそうです。ということで、結果の方を見ていきましょう。タンパク質や脂質の消費量が上がったよとかですね。その次に、亜鉛の血中濃度が上がったよというふうに書いてありますね。そして3番目で、ALP の濃度が上がった。次4番目、IGF-1 とか他の部分に関しても関係性があったというふうに記載がありますね。ただし、成長ホルモン自体が上がったわけじゃなかったかなというふうに記載があります。ということですね、これらの結果を踏まえて、著者の意見としては、Zinc supplementation stimulated an increase in the consumption of some micronutrients and basal serum zinc and improved plasma alkaline phosphatase levels. Zinc administration increased hormones of GH-IGF-1 system. 亜鉛のサプリメントによって、アルカリフォスファタースだったりだとか、栄養素の改善だったりだとか、血中の亜鉛だったりだとか、そういったところが改善しました。しかも亜鉛投与によって、成長ホルモンが直接増加したわけじゃなかったんだけども、成長ホルモン関係のホルモンが上昇したよってことになります。ということでね、今回2015年の論文をね、紹介させていただきました。こちらの論文を見させていただいても、欠乏しないお子さんに関しても、亜鉛の適正量を投与することによって、ALP を改善とした GH-IGF-1 経路を改善することによって、身長にとってプラスに働く可能性がある。そんな風にね、お伝えできるかもしれないと思ったんですけど、いかがだったでしょうか。今後もですね、身長に関することで、ね、全身全霊で、ね、配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。